気をつけて。
系を制した者と話がしたいと。みな、静かに。では、状況を整頓しよう。彼らの尽力で、古代竜人からいくつか情報を得ることができた。一つ、ゾラン・マグダラウスは地脈回廊に向かっている。二つ、マグダラウスは死を迎えた瞬間、溜め込んだ生命エネルギーを放出する。三つ、地脈は新大陸全土につながっており、万が一彼が地脈内で命を終えれば、放出したエネルギーによって新大陸が火の海となることが予想される。総司令、ここは避難を優先しましょう。妹にも気球で避難するよう伝えます。それじゃ間に合わないよ。討伐しかないんじゃないの。しかし討伐した瞬間に火の海であることに変わりはねえぞ。渡りの古竜を討伐するということは、新大陸の生態系を僕らの手で断ち切るということや。僕らがここに来た理由は他にあるはずなんや。いいですか。でしたら回廊以外の場所に彼を導くというのはどうでしょう。ゾラ・マグダラウスを導く。調べたのですが、地脈回廊は海と近接した場所にありますよね。回廊にやってきた彼をどうにかして海側に誘導できれば。なるほど。海の中であればエネルギー放出の衝撃を和らげることができる。その後は彼の命を苗床に海の中に新たな生態系が築かれるだろう。問題が、以前報告した通り大規模作戦に必要な物資が枯渇しています。それにあの巨大な古竜の進路を変えるだなんて、一体どんな兵器を使ったら。大丈夫だ、心配に及ばない。なぜならば、あれは消えよったわ。待っていたぞ、船長。よくやってくれた。間に合ったな。物資を山ほど持ってきたぜ。バリスタ大砲の弾、何でもござるだ。それだけじゃねえ。ギルドはとんでもねえものを積んだ船を預けてくれた。
最新式の対古流用兵器激流装だ。これがあればマグダラオスの誘導に強い希望を持つことができる。よし、ハンターたちは急ぎ地脈回廊に向かえ。具体的な説明は現地で行う。よろしく頼んだぞ。それでは我々に導きの青い星が輝かんことを。マグダラオスを見送りに行きましょう。私たち全員で。よく聞け。導きの青い星が輝かんこと。新商品入荷よ。ゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。